山本周五郎作「独居の楽しみ」「私は結婚してこの方ほとんど家庭生活というものを思ったことがない」「こんなことを言うと知らない人は私を嘘つきだかと思うだろうが知っている者は嫌な顔をするに違いない」「それがつまり私の言うことが真実であり」 その真実であることに嫉妬を感じるからである。もちろん口に出しては言いませんよ。しかし、彼らが私のことを考えるときに、うまくやってやがる、と悔しがっていることは、彼らの目顔によく現れていて、ごまかせないのである。昔のことはともかく、私は今、 海に面した断崖の上の一軒家に住んでいる。仕事をするために借りたものであり、ずっと仕事をしてきたのだから仕事場と言うべきであろうし、自分でも6、7年前までは、そういうことでしたら仕事場の方へ来てください、などと洒落たようなことを言ったものである。けれども、辞儀の上からすると仕事場は住居と大地関係になければならず、 私はここで生活しているわけですから正確に言えば住んでいるというのがまさしいのである。一人暮らしは不自由であろうと一般には考えられているようだがそれは考えすぎか考え不足から来た誤解である。仮に一歩を譲って世間にはそれが不自由な人もあるかもしれない。確かに、 これが一人暮らしをしたらさぞ不自由なことだろうと推察されるような知人を私も幾人か知っている。この種の人種は温かい家庭で良き妻や賢い子供たちに囲まれていても常に不自由を囲ち不満の絶え間を知らないといった風な人たちなのであってやむを得ないでしょう。だが私の場合は不自由どころか全く自由そのものだ。 と言わなななければならない。「私はいつも妻の顔を見ると急に苦しい家計のことが気になりだすのである。仮に運命の気候が狂って私に愛人というものができ明日の楽しいデートを考えながらてっぺん幸福感に浸っている時でもひとたび我が妻の顔を見ればそれでおしまい。 愛人との楽しいデートなどは毛し粒のように縮み上がり苦しい家計のことが地球大の質と量とで私を圧倒してしまうだろうことは明白である念には及ばない私はかつて愛人のようなものができたためしもなくこれからもそんな幸運に恵まれるようなことはないからその点についての心配はない 次に子供たちであるむろん私の子供たちのことであるが母親以外にその子の父親が誰であるかを立証することはできないだろうなどという古臭い教訓はそっちへしまっておいてください。私は長年月にわたって彼らに対する責任の重さとその責任を果たせないことの申し訳なさと。 申し訳なさから生まれる絶望や感んとその感んやといったような心理的重圧感の繰り返しのために胸の休まる暇とてもなかった。にもかかわらず門馬義久などは私のことを「たとえようもなく悪い親父と言っているのでありましてこれは親の心他人知らずという類いでしょうが。 私としては人事ででははないわけです私は今でも子供たちを見ると前述のような心理的重圧感に襲われ背骨が前方へへし曲がるような思いにとらわれるのである独居生活ではまず右に上げた2つの件が軽減されるしょっちゅう祭祀のそばにいればしょっちゅう苦しい家系と。 成長する子どもたちに対する責任感に絶え間なく身を縛られなければならないが一人暮らしなら彼らと顔の合う時間だけ縛られるに過ぎないから常に比較的ではあるが縛られないような気分でいることができるのであるそれから行住座がの自由 家庭生活にはそれぞれ規律と習慣上の約束があって一家の主人なんぞと気負っているような着物太い人でもこれには鼻面を持って引き回されるのが実情である今はそれについて語ることをやめたい甲の物を刻む音障子へ畑をかける音勝手口の御用聞きの声子供のぐずっている声 こんな程度のことを思い出してみるだけでも生きることの漆黒の厳しさと重さとにため息が出るばかりだからだ一人で生活しているとそんなことはない好きな時に起き好きな時に寝ることができる今日は怠けたいような気分だと思えば怠けることができるしそれで思い出したのであるが大森の馬籠町に住んでいた自分やはり 家族とは別の仕事場に住んでいたにもかかわらず二女の安兵衛というのが好きさえあれば侵入してきて私の酒の魚を遠慮もなく挑発したり私の生活態度を批判したりしたそして彼女が小学校の1年か2年の時でしょうつづり方で私のことを左のように描写していた。 父さんは昼寝をししまます。す。時々起きて仕事もします現在の仕事場は市電で停留所3つだけ離れている上に彼女も今や女子美術の学生であるからお小遣いの欲しい時以外は覗きにも来ないが家族と別に住んでいても両者の距離が近ければ覚の通り何の役にも立たないのである。 もっとも今では各社の精鋭すぐった記者処刑が私に怠ける自由を与えないために目を光らせているのだけれどもまあこの際は現行のことは考えないことにして好きな時に外出することもできるということに触れてみよう家庭生活をしていると家を脱出するときにはかなりな技術を使わなければならない。 本心は四五日どこかで息抜きをしてこようというつもりでも四五日前に四五日息抜きをしてきたあとだような場合にはそんな煙も見せるわけにはいかない。無理にでも渋めを作りある時は言葉少なにある時は冗舌にまたある時は威嚇的な無言の手で。 といったふうな作戦を用いなければ看守の目を逃れることはできないのである。一人でいればそんな心配は全くないのだ。私は一人暮らしであるから朝食は自炊で食べる。そのため冬になると手にひびができるくらいであるが昼飯は外で食べ夕飯だけ妻と二人で食べる。つまり午後四時になると 自然で停留所三つだけ離れた家から妻の金兵衛が夕飯のご馳走を持って乗り込んできそれから二人だけでもちろん客がなければだが楽しく夕飯を食べた上私は八時にはもちろんもっと遅くなる時もあるが寝床へ潜り込み金兵衛は後片付けをしてご帰宅ということになるそうして朝の三時に起床 仕事という段取りになっているのだが仮にもし真実仮にと断っておくわけですがもし私にムラムラと出来心が起こってどこかへ羽目を外しに行きたいなどと思ったとすれば夜の11時であろうと12時であろうと起き上がって着替えをするだけでいい「こんな時間に何ですか?」とどがめるものもないしどこへいらっしゃるんですか とと索されることもないせいぜい目覚まし時計に「明日の朝は鳴らなくともいいからね」くらいのおあいさを言って悠々と出かけることができるそれで思い出したのであるがこの間金兵衛の帰った後で木村邦則から電話がかかってきた夜の8時半ごろでしたかねえ。 むろん私は寝床の中でうとうとし始めていたところだが電話は丘の下の旅館にある呼び出しでブザーの音を聞いた途端私は心の弾むような前兆を感じて飛び起きた私のこういう直感は不思議なくらい当たるのでいつも我ながらいぶかしく思うのであるが早速着物を引っ掛けて階段を駆け下りた。 今柳にいるんですがと国のりは言ったすぐいらっしゃいませんか彼の声はウキウキと楽しげなテンポを持っており私の心臓の鼓動もたちまちそのテンポに異常して跳ね上がった行かないわけがありますか私はいさみ立って階段を駆け上りヤグを畳み枕元の雑物を片づけさもさも 朝起きて早い散歩に出かけたのだかのように室内の模様を塩梅工作しそれから着替えを済ませて出かけようとした瞬間ガラッと玄関の開く音がし目の前末っ子であり高校2年生であるところのトルコ兵が現れた「こんなことは信じられない小説以外にこんなことが起こる道理はない」が 現実にトルコ兵はそこにいるのである。お小遣いをねだる時のほかめったに来たことのない彼が夜の9時に近いという時刻に私より2寸も高いひょろひょろした体で植木の植わった鉢を2つ左右の手に抱えて目の前に立っているのである。なんだ私は泥棒をして獲物を背負って。 まさに逃げ出そうとするところを捕まった泥棒のようにうろたえた気持ちを懸命におしかくしながら言った「また小遣いかこれを買ってきたんだ」トルコ兵は首を振っていった「父さんは杉が好きだろこっちのヤシタケは玄関へ置けばいいじゃないか」そして彼は私が外出の支度をしていることに初めて気づき 「これから寝るところかい?」と不審そうな目をした「友達から電話があって出かけるんだ」と私は答えた「ふーん」「木村さんだね」と彼が言った「そうだ」と私は言った「君はまた何だって今自分植木なんか持って現れたんだ?」「別に」と彼は言った。 「バザーへ行ってきたんだよ。バザーって何のバザーだ?」「バザーはバザーさ」と彼は言った「出かけるんなら車を呼び止めてやら」我々は丘を降りトルク兵は流しのタクシーを呼び止めてくれ私は柳へと脱出したのであるが市電の停留所3つ分離れていて 夜のそんな時間になっても全く思いがけない時にこのような信じがたい厄難が振り返ってくるのであるこれで私が決してムラムラと出来心などを起こさないという事情がよく了解されるだろうと思うが独居生活をしていればたとえ前述のような危険はあるにしても 時に自分を出来心に任せるという可能性があるという喜ばしい気分を味わっていられるのである他人から見ると自炊などということも面倒くさい気物性なものに思えるであろうがレタスを洗いトマトを切り人参と盛り合わせてフレンチドレッシングをかけるその彩りの美しさを見るのは楽しいし ベーコンの焼ける匂い、卵をうまくフライにするコツ、トーストに溶けてゆくバター、これに牛乳を添えてタクシーの上に並べ、一人椅子にかけて海を横目に眺めながら誰に邪魔される心配もなくゆっくりと時間をかけて食べる心持ちはなんと言いようもない。それで思い出したのであるが、 四月頃のことでしたかね中国筋の女性の読者から手紙をもらいましたその手紙の後半に左のようなことが書いてあった「××紙の記事によると朝は自炊をしておられるとのことですが私がもっとお近くにいたなら 朝食のの支度ををしして差し上げににけるものをと残念に思います。「およそこんな意味の文言であった」「女性というものは妻のほかにほとんど縁がないのでこういう愛情憐れみですかな?」のこもった手紙をもらうと感謝する前に心臓のときめきに襲われるのが私の常である。 私はすぐさま心臓のときめきのままをしたためて返事を出した。するとまもなくその女性から第二審が来。私はいそいそと封を切って読んだ。読まないわけがありますか。私はその手紙を読みまして、そうして、なんとたとえようもない気分に包まれたので、少し時間は早かったのであるが、 昼飯を食べに出かけたものであった。その愛情深き女性は第二審で彼女がカリエスのために寝たっきりの身の上であると告げているのである。とすれば第一審で彼女が望んでいるようにもし彼女がもっとお近くにいたら朝食の支度をして差し上げに行くのは。 私の方でなければならないということになるのではないでしょうか。もちろん私はお近くでなくともそうして差し上げたいとは思うがこれから独居の楽しみの本題に入るわけだが残念ながら時間がなくなってしまった。私は実際のところこんな自慢話だようなことを言っている暇はないのである。 私が約束をし前借りをためている各社の書士がもしこの短文を読んだらと思うとそう思うだけで獅子が縮み上がるのであります。では本題はまた次の機会ということにして失礼しました。